スーパースターシネリー。毎度お騒がせしております、サンゴアチ TV でございます。いつもね僕こっちに座るんで、今日こっちに座ろう。はい、こっちに座っちゃう。どうもサンゴアチ TV でございます。ロードバイクのね紹介のお時間でございます。よろしくお願いします。サンゴアチ TV のロードバイク紹介、まあいろいろメーカーやってきたんですけれども、今回初登場のチネリです。サイクルキャップとかそういうねおしゃれメーカーでおなじみのチネリなんですけれども、そのねロードバイクがねあるんです。そしてね2019年モデルでかっこいいっていうことで、一つ一つ見ていきたいと思います。チネリのスーパースター2019年モデルでございます。おしゃれかつ質実剛健装備、アルテグラ、オールアルテグラで純正のサドル、フルスピラーヘッドのハンドルステム、フレームおしゃれ。じゃあ一つ一つ見ていきましょう。スーパースターシネリー、ハンドル周りから見ていきたいと思います。こんな感じだね。ハンドルがですねこういう具合、フルスピードヘッドのハンドル、ステム、ベロコンパクト、両方ともこの FSA っていうね表記がございます。下にはね皆様ご存知チネリのマーク、ブレーキはアルテグラの R8000、 コロンバスっていうねこの表記があるんですね。ここコロンバス、下にねちょっと冴える色合いのねフォークについておりますが、はい、コラムもね、コロンバス FSA っていうね。さあそしてそのままね、反対へ回りました。こういう具合なんですが、ちょっと見てほしいんですけど、トップチューブ、これスーパースター、めちゃめちゃかっこいいなこれ。でツヤっとしたねこのダウンチューブ、ヘッドチューブのこの辺のツヤツヤ感が半端ない、すごいねこれ。さあ配線はね、こういった感じ。さあこのねダウンチューブのチネリのねロゴマーク、こいつをチェックしながら、フレームのこのね段差、今流行りの段差を確認しながら、トライアングルも綺麗。アルティグラね8000、チェーンリング、クランク、フロントディレイラー、全てフルセットでございます。サイズはね、5034コンパクトクランクとなってます。横見るとねちょっと見えてるんですけど、この辺ほらスーパースター、めちゃかっこよくないですかこれ、やばいねこれ。チェーンもねこれアルテグラですかね。そのまま後ろ見ましょう。綺麗に後ろ姿でございます。まずはアルテグラ、まあもうフルセットですわ。はい、このねスプロケットに関しては11のね25でございます。ちょい平坦向きですね。平坦向き、ワイヤーの入り方はもうね9100あたりからねこうやってシュッとこうすごく短くなりましたね。チンツーンっていうこのね下のハンガー、これももうおなじみになりました。横を見るとここに見えてるスーパースターの文字、めっちゃかっこよくないですか。ほんとスーパースターシネリー。シートステー見るとコロンバス、エクイップ、色合いおしゃれからのブレーキバッチリ、もう少し上に上がってサドルがシネリサドル、シートポストに関しては FSA アルミのものが使われております。さあダウンチューブ GCD ジオメトリーコントロールドデフォーメーション、ジオメトリーコンフォコントロールドジオデフォーメーション。さあ逆に反対側から見てもねツヤ感抜群、サイズは48、これはやばいな、ほんとかっこいいなね、やられちゃう。さあせっかくなんでね後ろ姿も見てみましょう。ほらこれはかっけえぞ、CCL そういう表記もあります。ツヤンツヤン加減がマックスのこのねクランク、そしてはいこちらの見ていきましょう、 BB 周りでございます。 BB 周りはねこういった具合、エアロ形状ではありませんけども、こんなに光るのねカーボンってすごいねこれ。これダウンチューブの裏側もさ、ほらシネリの文字があったり、かっちょいいな。 OCR なんていう言葉がね書いてありますよね。極めてかっこよろしい、BB 周りとなっております。さあ本日は店長さん、軽いですね、7.34、おおめっちゃ軽いじゃないですか。スーパースターシネリー。さあそうしましたらね、今度はホイールです。ホイールはね、ビジョンの、チームビジョンのチーム30コンプ、タイヤはね8インソンの 23C のものが使われております。
後ろもね同じです。さあこの位置から撮ってみましょう。チーム30、これねチーム30、そしてインテンシブ 23C ですね。インテンシブ 23C っていう表記、これがあるんですけれども、おろしたてほやほやのツヤツヤ感がねある、そういうタイヤとなっております。さあそれではですね、ビジョンチーム30ポンプのラチェットをね、それでは早速聞いてみたいと思います。これは初公開、初挑戦。そこまでめちゃくちゃ盛大な音ではないですけれども、こういった具合でございました。スーパースターシネリー、はいはいはい、いいですか。はい、というところでね、本日紹介しましたロードバイクは後ろのシネリーのスーパースターの2019年モデルの紹介させていただきました。価格の方はね、入門編からはちょっとだけ39番ユキチあたりかなっていうところでしょうか。詳しいね、情報を概要欄、下のね概要欄に載せておきますんで、こちらのチェックをお願いします。あとね、チャンネル登録、評価、コメントね、お待ちしております。3月 TV のロードバイク紹介、本日紹介したのは後ろの、チネリですね。初登場チネリのスーパースターでございました。7日合憲装備オールアルテグラ、いかがでしょうか。それでは、ね、皆さん次の動画でお会いしましょう。バイ。Shut up.